小柳慎です、キリヒトの特別遊撃隊長田口勝の特攻服を紹介していくぞいやもうこれすごいもの作ったなって思いましたよね。これね伝わってほしいんですけど、これ刺繍なんですよね。全部これ分かりますかね。全編刺繍、もう全部刺繍で、刺繍って結構お金かかるのよ。全部あのシールとかじゃないから、それはもうこのキリヒトのメンバーがバーってあった時はもう壮観ですかね。その皆さんの力があってね、キリヒト成り立ってます。恐縮です。これがいいの、これがすごいいいの、めちゃくちゃ着心地いいの。それもすごいなって思う。なんかペラペラじゃないの。だからとてもね、喧嘩しやすいですね。これはね、何が一番いいって、これ皆さん多分これ今後ね、これご覧になってる方もしかしたら冬のロケあるかもしれない。そんな時はなるべく地肌が見えない服を上に着て中にいっぱい着込む。だからこれいいんですね。これなるべく地肌が見えないから限界まで着れますから、おすすめです。これはあのさっき、まあ、あの衣装部に聞いたところ、衣装部の一押しはこの背中の金剛力士なんですね、うん、はい、これ多分今きっとインサートで映像が入っていることでしょう、はい、よりが、はい、そして私のお気に入りがここの、力こそ正義っていう絶妙に頭の悪い日本語がね、好きなんですね僕の中ではこれ力こそ正義って書いて力こそパワーっていうみたいだと思ってるっていうルビーはパワーだっていうの僕の中では思ってます。これ僕のお気に入りと他の皆さんの見たら思うと思うんですけど、なんかガチャガチャしてますよね。私特にこの足に、僕にそんな時間使っていいのかって思うんですけれども、日本男児に生まれたからには、極める道は後半のうちにいっぱいあるんですね。まだまだあるんです。メッセージ性も強いんだけど、僕読むとそんなに大したことないんですよそんなことね、それがまたいいんですよね。喧嘩上等的なことしか言ってないんですねこの映画はこうとてもこう男同士がね、こう熱く拳で語り合うような映画で、今ねこのご時世も含め、なんかこうこの距離の近さでこう人と人がこうつながり合っていくっていうのはなかなかない作品じゃないかなと思うので、なんかこう映画館でこう拳を握りながら、こうハラハラドキドキしながら、なんかあのちょっとこうたぎるものを感じながら見ていただけたらなというふうに思っておりますので。どうぞよろしくお願いいたします。お楽しみに。こいつ焼き肉臭くね。てかなんでさっきから全体的に美味しそうな匂いしてんだよ。やめろよ。達也は三塁焼き肉で働いてるから美味しそうな匂いしてんだろうが。燃焼上がりの超不良、覚悟と決意の青春物語。おめえはバカだけどクズじゃねえ。アウト。